秩序もねえ政治の世界に未だに居座るボス安倍晋三五人衆の重鎮八王子選挙区あぐらを獲得政治資金パーティーキックバックいくらか行き先どこだ5年間で2700万円収支報告書に書かれてないぜ隠す裏がねえただの噂で終わらずめくれてお前の X で把握してないと責任転嫁そんな言い訳誰に通じるか政治資金規正法違反作った裏金2700万逃げられない今さらマジ悪トーク政治家ファック萩生田ファック萩生田お前の政治家生活も終わりだファック萩生田ファック萩生田金と票のためだけのフェイクだファック萩生田ファック萩生田国民のためとかまるでないだろファック萩生田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 八王子の旧統一教会10年以上もズブズブ関係マジでヤバいぜ頭が湧いてる票のため手段は選ばないぜ落選時代は月一訪問していた行動で受かる方法模索しながら信者騙して言葉巧みなお前の話術で日本の未来あなたたちの信仰そのため復活させる自民党信者の人の真面目な意識を利用し獲得して得た一票俺は普段ディス曲はしね別に不良じゃねえしケツ持ちもいねえそれでも自分の信念かけて萩生田光一だけは許さねえファック萩生田ファック萩生田お前の政治家生活も終わりだファック萩生田ファック萩生田金と票のためだけのフェイクだファック萩生田ファック萩生田国民のためとかまるでないだろファック萩生田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 